恋愛心理学の雑学。沼らせる男性の特徴。相手を沼らせる男性の特徴は、急によそよそしくなる人です。例えば特定の女性と男女の関係になった後、急に連絡がなくなると女性側は不安になってしまいます。相手を受け入れてしまった女性からすると、追いかけたくなる心理が働き、そのまま沼恋にはまるケースがあるのです。沼らせる女性の特徴。相手を沼らせる女性の特徴は、思わせぶりな態度を取る女性です。自分に気があるのではないかと勘違いした男性は、そこからずるずると沼にはまります。また中途半端な関係性も沼恋の引き金となりがちです。女性の態度を親密に感じたり疎遠じたりを繰り返し、煮え切らない状態になると、さらに沼恋に発展しやすくなるのです。心理学の知見を使い、相手を沼らせる方法。ツアイガルニク効果で相手をじらす。ツアイガルニク効果とは、完了しているものよりも未完のものに魅力を感じるという心理効果です。ドラマや漫画が良いところで来週に持ち越すのは、まさにツアイガルニク効果といえます。異性に応用する場合、電話の切り際に、今度話したいことがあるからまた聞いてと伝えたり、デートで2軒目のお店は断ったりすると効果的です。完了させずに次回持ち越しという要素を残し続けることで、相手をじらしましょう。一定の距離を取って追いかけさせる。ツアイガルニク効果と似ていますが、一定の距離を取って追いかけさせることもおすすめです。例えば、毎回お誘いに応じず、たまに応じる程度に調整すると、相手にとってあなたの価値を高めやすくなります。また、毎日連絡していたのに、少しずつ連絡頻度を減らすと、気になった相手は追いかけてきやすくなります。いずれにせよ、追いかけるのではなく、追いかけさせることで恋愛の主導権を握り、相手を沼らせることが可能です。スキンシップをもったいぶる。男女関係に肉体関係を含めたスキンシップは重要です。しかし、これらに満足してしまうと、マンネリ化することがあります。もしある程度スキンシップが取れる関係性になっている場合、戦術のツアイガルニク効果のように関係を完了させず、どこまでの関係になるのかや頻度などの調整をすると良いでしょう。相手が求めていることを分かっていても、あえて用事を作って時間を取れなくするなど、うまく立ち回りましょう。突き放しすぎると関係性にひびが入る可能性が高まるため、時々受け入れ、多少もったいぶることが大切です。